私の弟なんですけども、10年ぐらい一人暮らししてて、もうほとんど訪ねたことも音信もなかったんですけど、急に亡くなったということで、お願いすることになりました。こんだけ生活ごみあるのに匂い系は全然出てないので、異臭が全然、まず片付ける経緯なんかをちょっとお伺いできたらなと思うんですけど、はい、ここに住まれてた方っていうのはどなたになるんですか？私の弟なんですけども、10年ぐらい一人暮らししてて、もうほとんど訪ねたことも音信もなかったんですけど、それでちょっと急に亡くなったということで、お願いすることになりました。こう中に入るのってどれぐらいぶりやったんですか？やっぱりそれも10年ぶりぐらいですね。これ本人几帳面やったんですけど、几帳面なりになんか必要やっていうことでこのようになってると思うんですけど、もともとそういう片付けれない弟様、10年、そういうわけではないですね、ただ片付けれないというよりは、取っておきたい、いや10年経ってれて、あのままだったら生ゴミとかも一緒くたでひどいんじゃないかなって最初は思ってたんですけど、体調はね、そんなに急いでは考えてないんですけど、とりあえずは整理してこの家の状況を把握しないといけないでっていうところがまずそこですね。一応だから作業の工程としては、ここに散らかってるゴミ類をとりあえずどけて、家具の中だったりその創作物をまた落ち着いて探されたいってことなんで、一応今日の作業としては、生活ゴミ類の撤去、スペースの確保という形で、家具とかの処分は次回になると思うので、まずは生活ゴミ、家具の中のものもそのまま置いていてもらえたらと思います。ここが一応なんかリビング部分になるんですけど、ここで生活多分そうです、ね、多いかなという感じです、でなんか青い紙袋に貴重品が入ってるっていうのが向こうの手前の部屋にある可能性が、最初に最後に見たのがそこやったんでそこかなとは思ってます。でカバンの中に貴重品とか入ってるかもしれないということ で、ね、カバン類は基本的に全般的に置いとくという形 で、 で今回なんか頼んでいただくきっかけとかってなんかあったんですか？子供の知人がね、イービーさんがちょっと良かったよっていうことでお話聞いて、それから YouTube も拝見して、お願いしようかなと思います。ありがとうございます。見当がつかないことばっかりでね、何日で終わるのかとか、どれぐらいかかるのかとか、2回に分けてやっていただけるというのは本当にありがたかったです。そうですね、一気に片付けるって最初お話やったんですけどね、もともとここはお母様も住まれてたんですか？そうですね、両親と最初は弟で住んでましたんですけど、もう両親は先に亡くなったんで、弟一人住まいでした。弟様がじゃあ一人で10年間ぐらいは。そうですね、じゃあ一応だから、ここが生活スペースになってたリビング、ダイニング、でここの奥が、奥はね全然よくわからないです。ですよね。母親が昔住んでました。ご両親がここで生活されてたって感じですか？ですからそこにもなんかあるんかなとは思ってます。一応だから家具とか家電はとりあえず残してたらいい感じですかね、全体的に、ここの洗面部分も大丈夫そうですかね、大丈夫と思います。ここがさっきの和室のここの家具が、これどけた方がいいんだったら、中身に貴重品っぽいのがなければもうどけてもらってもいいです、これは。了解です。で一応もうここら辺ももう搬出しやすいように、通路の確保して、結構時間はかかるかなと思うんで、近くで待機しようと思ってるんですけど、どれぐらい、ただ時間は結構かかると思うんで、ここに戻ってきてたらいいですか？そうですね、そのところに一回どんな状況かっていうのを確認してもらって、次見やすいようにはさせてもらおうかなと思う。すいませんけど、じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここがもう開かん限りは大変なんでね。もう最近20分ぐらいですけど、そうですね、だいぶ集中的にこういうのをまず先確保して
こっちの部屋、こっちの部屋って分かれていって、徐々に手前から開けていきたいと思います。はい、ちょっと作業員6名ぐらい。1,2,3,4,5,6 ですね。集合住宅なんで運び出しがどうしても時間かかってしまうんで、そうです、うん、中さん2人と、外2人とかなんですこっち側は、ここは父親だったんですけど、はい、一番最初に亡くなってるんで長いこと住んでないんで、うん、一番早くちょっとゴミが積み上がった場所、あーなるほどですね。おはようございます。こっちはあれですね、衣類鑑定が、いや何が、でも結構あのこういうパンだったりとか生活ゴミ、生活ゴミが多いですね、基本的に。物量も結構ありそうですか、ね、いやでもこっちはそんなにないっすね。あ、そうですね。お母様が生活されてたお部屋、和室、ここの入り口がこの家具のせいで曲がっちゃってるんで、これだけもうどかしてくれていいってことやったんで。なるほど、はい、まあ、そうですよね、これ なければ、うん、こっちからもそっちからも攻めれるんで、はかどる、はい、ちっちゃいチルトリー1個持ってた。お、なんかちっちゃいチリトリって言ってんだ。ちっちゃいチリトリ。作業音のせいでどうしてもね聞こえない。聞き取りにくい。インタビューの時にもおっしゃってたと思うんですけど、はい、まあ、今日は基本的に生活ゴミの話だけっていう。まだなんかほんまに何があるか見れてないっていうのと、貴重品類とか、うん、思い出のものとか、ハブに入ってるやつは結構ご家族で見られたいってことやったんで、はいはいはい、なんか見やすいように今日はスペースを空けるとか、うん、でだからもう年内の作業がもううちも厳しいんで、来年年明けてからちょっと、まあ、皆さんもやっぱ年末バタバタするんで見る時間もないんで。ってことは作業を一緒に見られるような感じ。でもある程度だから見やすいようにしたら、いるものだけピックアップしてもらって、あともう全部いらないですみたいな状態にはしていきましょうかとは相談してますね。いきます。ここの手前の部屋はどなたが住まれてたんですか。これが弟ですね。あ、ここが弟様の部屋、はい、だから弟のものが多いかなと思って、うん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 。こっちの部屋で、そうです、一応廊下の方が今終わったんで移動してきました。こっちも生活ゴミが結構大量にあるんですか。そうですね、多分廊下とかあっちの部屋と同じで結構もう上に積まれてたりするんで、でちょっと貴重品やったり残すものが紛れてるとのことなんで、ちょっと探しながら仕分けしていきたいと思います。床はまだ見えてないって感じですかね。床見えてないですね、はい、全然まだ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 、はい、そうだとあれですね、窓の感じができない。そうですね、多分修繕工事してて、
ちらの部屋が結構溜まってるというか。そうですね、食べ物を丸々っていうよりかは食べた後のやつは綺麗に洗ったりしてる感じなんですけど、それが確かに一つ一つ洗ってますね、うん、言ってたじゃないですか、基礎麺の基礎麺の弟さんやったっておっしゃってましたね、うん、いや、こんだけ生活ゴミあるのに匂い系は全然出てないので、異臭が全然ですね、うん、あれですね、お風呂の方まで詰まってるって感じですね。初めて見ました。初めて今初めて見ました。すごい詰まってますね。お風呂までちゃんとあります ね。なんかあんな上までぶら下がってるの初めて見ましたね。ですよね。あんまりないですよね。そうですよね。なんか人形人形みたいなのありますね。やっぱりですね。また後で楽しみにしておきます、はい、まずここ片付けていきます。はい、まだ袋は食べてある。すごいですね。すごいですね。めっちゃ入ってますね。そうなんですよ。今ちょうどね、お昼前という時間帯で。そうですよ、ね。昼前は。だんだんここからお腹減っていく時間帯ですね。そうですね。やつ多かったですね、この。あ、そうです。3つあります。3本。もう結構床も。そうですね。もうここはと上で終わりです。ベッドの上で。
あともう上かかってるやつこう置いてるやつぐらいなんで。なるほど。はい。黒くなってきたな。やばいね。やばいね。ちょっと早めに片付けていきます。ラスト。ここはあれですか？生活用品に混ざってた感じですか？あ、そうです。生活用品混ぜて、あの食料系の空になった袋をなんかお客さんまとめて。洗剤とか、はいはい、お風呂場にありそうな液体もんが多かったです。なるほど。はい。仕上げていきます。お願いします。床が見えてきます、ね、だいぶ見えてきましたね、うん、はい、こっちもなんか食べた後もあ、そうですね、飲み物の缶とかまとめてるやつとか、あ、弁当とかのまとめたコンビニの袋とかが結構多いですね。あ、こっちいいんだよね、はい、ネットスペースがちょっとあり開けてきましたね、うん、あのどの部屋にも、うん、食べた後の洗った容器を入れて、うんうん、壁とか天井から吊るしてるっていうのが多かったですね、うん、何なんですかね、うん、なんかおっしゃってたのは、まあ、物は、うん、捨てられないっていうか、あのなんか使えるかもみたいな感じで置いてたんですかね、ですかね、Thank you.
ここ結構だから触ってないから埃がすごいですね。今そうですね、うん、ちょっとカメラにも映りにくいんですけど、結構目で見ると待ってるでしょここもう動かしてる方の腕がもう埃まみれ。なんかそう見るとやっぱ家具の量がそんなに多かったという。そうですね、なんかだいぶスペース空けるからあとはもう整理しやすくなるかな。で最終的にはもう全て処分になるんで、はい、床が濡れてたり、もともとの作品の液体とかちょっと汚れちゃってることがあるけど、ね、確かにそうです、うん、汚れてることがない、うん、そうですね。だから終わってからハウスクリーニングとかもしたいなとは言ってたらしいんですけど。ああ、そうなんですか。はい、だからその、まあ、荷物なんかどかしてみてどうなってるかですねみたいな話してたんで、比較的まだ綺麗な状態です、ね、そうですね。こっち側ですね。
キッチンは西尾さんが多分やると思うんで、とりあえずなんか真っ直ぐ進んでいってって言われたんで、こっちだけ。回転しますね。やっとですね。火の光が入るだけで全然違いますね。そうですよね。あそこだけじゃなくても結構電気がつかなくて暗射で作業されることって、たまにありますね。それこそ一軒家とかってなると、はい、結構暗いですからね。窓がない部屋とかもあるんで、そういう時は、もうそのまま、もうそのまま電気持って行ったりして。あ、なるほど。うん、マンションなんでね、こうやって日中は明るいんで、はい、全然作業ができる。次はオッケーやねんな。
この上の下はもう丸々残して、横はいらんねんな、うん、
終了ですね。終了です。すいません、本日はありがとうございました。長い時間待っていただいて、お疲れ様です。寒い中申し訳ないです、はい、どうですかね、見ていただいて。あ、そうですね、床が綺麗になったんで、これだったら探せるかなと時がうんと普通に綺麗な状態の時は知ってました。あ、これぐらいのそうですねスペースがあるのは何年ぶりぐらいですか。そう、十何年ぶりですよね。なんかだいぶ一応ここだけちょっと ね、大事なものが混ざってるっておっしゃってたんで、はい、ゴミ含めてそのまま置かせてもらってますけど、それ以外の部屋も今も確認してもらったと思うんですけど、はい、小銭とか、あ、ありがとうございます。あと通帳とかもこの中にあったのがちょこちょこ出てきてたんで、はい、あとブレスレットとか貴金属系、あとカバンとかも触らずそのまま置いてますんで。 ありがとうございます、はい、だいぶスペースできたんで見やすくはなったと思うんで。そうですね、はい、ありがとうございます。わあ、十何年掃除しないとこうなるんですね。アルミ貴重面やったみたいですね。だからここに住まれてからって言ったら大体どれぐらいですか。多分27年だと思うんですよ。ですよね。なんで多分普通に経年劣化レベルやと思います。あんだけ物があった割には、うんうん、はい、大体作業時間で言ったら4時間ちょっとぐらいでは、うん、はい、終了できたんで、だいぶスムーズに、はい、なので多分年内見られる感じですよね。年末みんなバタバタされてると思うんで、 ねちょっと年末がなんかコロナワクチンとかいろいろ入ってしまいまして、はい、年明けてちょっと遅めになるかもしれないですけど、はい、なんか弟が音楽のテープ作ったりするのが趣味だったんで、うんうんうん、それが探せる状態になれたのが良かったかな。あ、よかった。なんかすごい電気とかラジオとかがお好きやったんですかね。手書きのメモとかも出てきてたんで、なんかそういったものも一応電波系のやつとか、なんか、いや、初めて知りました。あ、ほんまですか。ちょっと怖かったです。なんかそこら辺のメモとかもここら辺周りにあったんで、はいはい、ありがとうございます。置いていますんで、ありがとうございます。またじっくり見てもらって、はい、でまた予定立てさせてもらうんで、はい、今日はありがとうございました、はい、本当に、はい、ありがとうございます。まあ、向こうの部屋でもチラチラお金とか、まあ、通帳とか言ってたビニールの袋がなかったんですけど、通帳関係は一応出てきたんで、それだけ確認してもらって、まあ、あとなんか棚の中とかまだ全く見てないんで、そこにまだ大事なものとか押し入れとかに入ってるんかなっていうイメージです。なるほどですね、うん、でここはもうゴミも含めてある程度も置いといてくれって言われてるんで、はい、ちょっと見て分かるゴミとかも置いててあれですけど、上にあるのはもう触らんといてほしいってことだったんで。